ナンバーワンチャンネルをご覧の皆さん、柳です。今日はですね、ちょっと都市から重大発表がありまして、なんと個展を開きます。この動画は XJAPAN のファンが集まるバーナンバーワンの提供でお送りします。マスカレード展ということで個展を開くことが発表されました。細かい詳細がね、まだね出てないんでね、正式なね発表がまだされてないんで、ニコ生でね見てた人だけに発表されたような内容だったんですけど、で都市はずっとなんか絵を描いてたらしいんですけど、この個展をね開けたね大きな要因はゆずくんとの出会いが大きいって言ってました。あのゆずくんっていうのは羽生結弦くんのことですね。まあ、トシが歌って彼がフィギュアスケートでコラボがありましたけど、まあ、それのきっかけで歌を絵で表現するっていうのをやってみようっていうことで、マスカレード展、これですね、詳細は9月3日から9月9日にプレエキシビジョンっていうことで東京の上野の森美術館で開催されます。プレエキシビジョンなんでちょっと小規模になるらしいんですけど、やるっていうことが決まってます。次に大阪のグランフロントで10月26日から11月の17日この期間に、これが本格的なオープンですね。今年中に長門と宮城の2つ長野と宮城、2020年には福岡と石川、山形、兵庫と予定が決まってるそうなんで、どんな個展になるかわかんないですけど、トシ君のね絵っていうのはちょっとね楽しみですね。スカレードっていう曲のね、彼の曲をイメージした展覧会になるってことで、どんな形になるかわかんないですけど、すごく楽しみです。まあ、トシ君に関してはね、まあ賛否両論なんかね、いろいろね言う方もおられますけどね、僕はね基本的に、まあ、トシが楽しいんであれば何でもいいんじゃないかな。トシがね辛い時期もね本当経験してて、ようやくこうなんか本当に自分のやりたいことをやってる。 X の時はよしきも言ってましたけど、都市を道具のように扱ってたって、ね、今はね本当すごくいい中でやってると思います。解散する前、都市も X をやりながらもすごい辛い時期があったわけじゃないですか。でまた洗脳っていうので M さんにね支配されてね、辛い思いをねたくさん経験した彼が本当に今なんかようやく好きなことをやってるっていう姿は僕はすごい見てていいなと思います。で今回個展ね、どんな風になるかわかんないですけど、僕もちょっと楽しみです。大阪でねグランフロントやるときは僕も行こうと思います。その時はねまた YouTube で感想とかね話させてもらったらなと思います。今日の動画はね以上です。下のねコメント欄でコメントください。ではさよなら、 See you、 バイバイ、トシラブ。